世界最高峰の卓球リーグをもっと近くで、もっとこの夏の暑さはまだまだ続く。さあ試合は第4マッチです。この第4マッチ主審は佐藤富子さん、副審藤田貴信さんです。すでに日本ペイントマネツが勝ち点3を獲得という状況です。このマッチに勝ちますと勝ち点4を得ることができます。木下アビエル、神奈川は木村かすみです。今日が22歳の誕生日、昨日は本をフルゲームの末破っています。21歳の最後の日に本を破って今日22歳の初戦ということになります。一方対しますのは柴田咲です。昨日はフルゲームの末木原に競り勝ちました。渡辺さん、はい、三原監督も柴田の良さがこの T リーグ出ることによってこう引き出されていて、加藤や、など加藤などに、ね、並ぶエースだと思っているというふうに話していました、昨日の会見で。そうですね、もう本当に、ね、エースばっかりいるんですよ日本ペイントは、はい、もう王道も今日で7連勝ですからね、はい、シングル7連勝って、及川選手が11連勝でしたっけ、はい、もうすごいですよね。連勝ってなかなか難しいですよね。難しいですね、この戦いの中で相手も対策してきますから、特にこの特殊なルールですからね、はい、そうですよね。さあ柴田のサーブで始まります。 第4マッチです。これまでの第1マッチから第3マッチの戦いとは変わっても、ここは同じ四天王寺高校出身の選手ということなんですけれども、4年ぶりぐらいだと、過去最近やってないということでしたので、こんな時っていうのは、お互いはこう映像なんかではね見てると思うんですけど、はい、どうですか、こうお久しぶりにやるなっていう時っていうのは、はい、まず自分ですか、それともやっぱその映像なんか見た相手ですか、相手の心境、進化している状態とかっていうのを 見ますか、どっちですか。自分ですね。4年経つともう結構ありますし、まず自分のプレーをしっかりやる、はい、その中でやりながらデータを収集していくっていうところですか、やっぱり、はい、1ゲーム目は取られてもいいからやっぱりいろんなところにサービスとレシーブをしていった方がいいと思うんですよ、うん、なるほど。まず前面いろいろやっていろんなことを、はい、引き出させてもしょうがないから、自分もいろいろなコーストライしてみるってことですね、はい、ここはエッジボールでした。フォアも決まって2-4です。柴田選手はね、昨日も紹介しましたけど、もうこのアジア選手権で3位になって帰ってきて、その前の世界選手権大選考会でも通過してるんですよね、はい、ですからアジア世界と自力で代表権を獲得して、今こう上り調子の選手と言ってもいい選手ですよね、うん、昨日からプレー見てますと、はい、本選手にちょっと近いようなプレースタイルというか、すごく両ハンド安定していて、でも大事なところではフォアハンドで決めていくっていうのが、はい、確かにそうですね。昨日も木原選手のレシーブにこうちょっとやっぱフォアで困るとすぐバックで対応したりとかっていう、そういう切り替えなんかも柴田選手も使ってましたよね、はい、やっぱミスを続けないっていう意識は高かったですよね。相当パワーでありますね。ここフォアですよ。でもう前に出てますよ、はい、あれはちょっとなかなか取れないですよ。あそこまで踏み込まれたらもうお手上げですよ。その前のミドルが動けちゃうからミドルじゃなくなってますもんね、はい、そんなになんか大きい感じじゃないですね。体はちょっと小柄なイメージですけど、はい、体は小柄ですよね。威力はすごいですよね。威力も女子のトップ選手ですね、はい、これ足も相当
今日ファーストの木村選手はあれですよね、昨日もああいう、こう相手がちょっと力出してきた時のカウンタープレーが本当にいいですよね。はい、まあ、そのああいうこと技術が出せるから、お、回り込んで、これ今トレンドサーブの構えじゃなかったですね。はい、ノーマルにそのまま行かれる、はい、やっぱ足のある選手はああいうの全然追いついてきますね。女子の選手だと結構バックでレシーブする選手が多いじゃないですか、はい、ロングサービスに対して、ね、はい、でもああいう風に1本でも回り込まれて打たれると出しづらいですよね、その後が。追いついたか、返せません。むしろ例えば伊藤美誠、早田、例えば先ほど出た加藤美優とかっていうと、もう右足前ぐらいの、はいはいはい、もうバックでいっぱいレシーブしたいんだっていう意思表示が出てるようなね、はい、構え方しますね。今の最近の卓球だとバックに長いロングサービスとフォア前の逆回転がまあメインじゃないですか、はいはい、でみんなやっぱその2種類ばかりなんで、もう少しなんかバック前とかフォアにロングサービス、特に女子の選手の場合はもっとフォアにロングサービスとか使ってもいいと思うんですよね。そうですね、そう使ってそんなにチキータしない選手でしたらバック前だったら自分がその次のボール狙うとかっていう展開がもうちょっとあってもいいですよね。はい、普通であれば逆回転とか男子で言えばまあ YG サービスとか、はい、昔であったら非常に効いたんですけど、今みんな YG サービスとか出すんで逆に効かないことも多いんですよ、はい、で今女子の選手の子を見てるとみんな逆回転じゃないですか。そうですね、だからもう少し逆回転だけじゃなくて順回転も混ぜたりとか縦回転混ぜたりとか、もう少しいろんなサービスの変化があった方がより効果的だとは思うんですけどね、うん。第1ゲームは柴田が取りました。そういう意味で今最後のサービスエースもそうですけども、はい、この順回転の右回転の横下、はい、バック前出してもうフォアで行く気満々の体勢で待ってますよね、はい、まあ、なんかちょっと男子の戦い方に近い、ね、はい、やり方ですね。しかもこうやって10-6になってこう、はい、もう勝てるだって時にこうサービスを変えて次のゲームを見据えるような戦い方、そこをしっかりしてますね。そうですね、まあ、昨日からねこの次のゲームを見据えたこの後半の戦い方っていうのがいかにできるかっていうキーワードが結構出てますけども、やっぱその先を読んでいくとか、相手がそうどう次のゲームに向かうにどう感じてるかっていうことを、はい、むしろ意図的に作るってことですね、まあ、昨日餌巻きっていう話も出ましたけど、はい、そういうことですね。1ゲーム目とかリードしてる方がやっぱやりやすいんで、はい、これ、はい、先にリードされてしまうとなかなかこう餌を巻くのも難しい。そうですよね、拾うことばっかり。そうですね、気づいたら相手の流れで戦ってるっていうのはねよくありますね。いやこう考えるとどうですか、卓球奥深いですよね。いや今日見てる方、昨日ご覧になった方もそう感じてると思いますが、何しろ元ナショナルチームコーチの渡辺さんと金メダリストの水谷さんの会話めちゃくちゃ深いですね本当に。いや結構もう彼女選手たちの頭の中まで考えながら、はい、解説2人でやってますから、はい、でもやっぱり彼女たちのレベルも高いからすごいこう意図が読みやすいですね、うん、そうですね。そうですか。さあ第2ゲーム立ち位置を早速変えていきますよ。また戻す。いやすごい連打ですね。これもうあれサービスをこう立ち位置変えて戻ってなんていう時点で柴田選手頭の中もあったんですかね。もう短いサーブ来たらフォア前にやって、もう絶対木村選手の逆を突こうとか、まあ、戻るってことは多分自信がないってことだから、まあ、ロングサービスないだろうなっていう認識だと思います。なるほど、深いボタンがあったら押してますよ、ね、いやもう10回ぐらい私押してますね。いかに相手の動作を読み解くかというか心理を読むか。そうですね、でやっぱり自分がこう自分の思う予測を高めてる、うん、高めていくってことですもんね。うん、はい、回り込みましたけれども、
柴田が反応しました。どうですか、僕なんか先ほどこの前のレシーブの時もそうですけど、レシーブに対するそのステップだったりとか動きだったりとか準備、非常にレベル高いなって感じるんですけど、水谷選手どうですか。柴田選手は、はい、レシーブ、まあ、木村選手の考えがなんか見透かしてるような読みですよね。そんな感じしますよね、はい、今のレシーブだと分かりやすくてこう置きに行ったって感じじゃないですか、はい、でも柴田選手はなんか全部もうそこに、さっき言ったように顔体しっかり近づけてってレシーブするし、長いサーブ出してくるタイミングもよ完璧に読んでましたよね、はい、木村選手はこう大胆じゃないんですよね、プレースタイルが。サービス、例えばロングサービス出しました、効かなかったらもうフォア前出しますみたいな、こう裏の裏を書くっていう戦術が基本ない気がするんですよ。全部まあ裏ぐらいまでで終わっちゃうんですよ ね、相手の裏の裏を書けるぐらいまでいけるともう一ランク上に上がるんですけど、今のところ効かなかったら変える、効いたからもう一回出すみたいな、結構シンプルな戦い方ばかりなんで、シンプルというかもう明らかに素直すぎちゃってっていうことです ですね。 次は絶対反対だなっていうところ、まあ、今ちょっともう初めて出すフォアへの長い巻き込みサーブっていうのをトライしましたけど、はい、柴田選手足あるからレシーブ一発でいっちゃいましたね、はい、でもそれもまた変えますよね、効かなかったからフォアに出したじゃないですか、はい、でまた今効かなかったから違うサービス出すみたいな、こうもう分かりやすいというか、分かりやすいですね、左行ってダメだから右行こうっていう、こう道間違えたら逆行くっていう感じで、今見た感じだと柴田選手の方がこう裏の裏を読むような深い戦術を持ってます。サービスエースになりました。一気に4連続ポイントです。柴田どうしても持ち上げる展開になっちゃいましたよね、はい、むしろその前に木村選手はフォア前の巻き込みサービス出してバックフリックでレシーブエース取ってますから、はい、まあ、次のサーバーバックへの長いのが来るだろうぐらいの予測をして準備しておかなければいけないってことですよ ね、まず木村選手はもう2本フォアもバックもロングサービス打たれてるから、もうなんかちっちゃいサーブしか出せないみたいになるじゃないですか、はい、こうやってそうした時に柴田選手がそこも狙ってったらもう本当木村選手することなくなっちゃうんですよ、ね、これでゲームポイントを握りました。そうですね、今こうちょっとやっぱ柴田選手やっぱ威力が、打ったボールの威力があるっていうのもちょっと驚異的ですよね、はい、木村選手にとってはフリックで応じましたが、結局柴田が取ってこの第2ゲームも取りました。ゲームカウント2対0です。これで日本ペイントマレッツが勝ち点4に向けてあと1ゲームとなっています。どうですか木下アビエル、打開策。打開策、今のところちょっと見えないですね。まあ、それにしても柴田選手が、まあ、最近こうすごい活躍してますけど、もう分かりますね、活躍する理由が。やっぱりすごい試合運びがうまいですし、戦術もすごいですし、まあ、技術もあります。パワーもあります。はい、それは強くなりますよと。まあ、もう本当に今ね、日本のトップ選手ってことは世界ランク2位の国のトップ選手ですから、はい、もうもちろん世界レベルにおいても通用するぐらいのもうポジショニングだと思うんですよね、はい、やっぱ日本の選考会勝ち抜ける力があるっていうのは。ですが木下アビエル、はい、あと1ゲーム取られてしまうとっていうところなので、木村選手に何かここはっていうところありますか。もうちょっとこう、まあ、まずさっきの単純な特回引っかえ、はい、右行ってダメだったら左、はい、まあ、もう読まれちゃうから、はい、これはやめてもうちょっとこうどうしましょう、同じところついていくとか。そうですね、まあ、先に自分がゲームを引っ張っていくような展開にしなきゃいけないんですよ。今ずっと柴田選手がゲームをリードしていくような形なんですよね。柴田選手が先に仕掛けていって柴田選手がそれに対応するような形にならなきゃいけないのに、基本的にどんな形でも柴田選手がドライブをして先に先手を取ってからこうラリーが始まるんで。そうですね、そこから何とか ね、してるかっていう感じですよね、はい、もう完全に後追いですね。じゃ前半レシーブからですけど、ここちょっとねリードしたいところだと思いますね。
まあ、最後エッジで決まりました。その前のストレート良かったですよね。はい、あれ結構、ね、実は結構あのストレート効いてるんですけど、ただレシーブが全部持ち上げているようなレシーブになってしまうん で、ね、どこかでこう見せ球でもいいからこのああ悪くはないですけどね、見過ぎましたけど、ああいう風に一本こう違うことをしていくのってすごく大事ですね。でもあの巻き込みに対してあそこのコースにしかチキータ行ってないんですよね。あやっぱもう次バックへされるっていう嫌が嫌なのかもしれないんですけど、もう今綺麗に止められて突っついてくるの、柴田選手もドカンと行く準備してましたね。千葉選手本当に体幹強くて崩れないですね、このスローを見ててもね。ラリーになった時のこの安定感というか、なんか木村選手が攻めてるような感じでも、はい、でもなんか千葉選手が得点取るんじゃないかみたいな、あの最終的に自分のポジショニングで取れてますよね、はい、よくこうだから水谷選手なんかの試合を見ててもね、よく思うんですけど、やっぱ崩れたなと思ったけど戻りが早いからいつの間にか次の展開、はい、逆襲できてるなんていうのもね、はい、ラリーが強い選手の特徴でありますよね、はい、あと崩れた時に、はい、わざとゆっくりボールを打って時間稼ぐんですよね、自分の次のいいポジションに戻るまでの。それが柴田選手特にバックハンドの時に、崩れた時は絶対ゆっくりバックハンドを打って一回自分のポジションにこう戻ってますね。だからそうするとそのボールを仮に攻め込まれたとしても自分いい体勢だから守りきれるってことですよね、はい、で今回木村選手はそんなにこうパワーがないんですよね、はい、自分から打った分にはあまりパワーないので、はい、柴田選手はそこまで無理する必要ないんですよ。なるほど、カウンターはちょっと気をつけなきゃいけないけれども、はい、自分から打ってきたボールにそこまで威力なければ、まあ、守りきれるっていう自信もありますよね、まあ、そうなってくるとやっぱり木村選手今苦しい場面がこう、ね、続いているっていう形になってますけども、でまた柴田選手のサービスが続くってことですよね。木下アビエルのタイムアウトが終わりました。さあでももう攻めないともうやっぱ難しいですよね。そうですね、先にそれでもね、もう攻めなければ絶対勝てないですね。もう攻撃力が激しいですから。さあ先ほど2ゲーム目だと8本サービス持って木村選手2-6なんですよ、はい、2本しか取れて6点取られてる。じゃあこれをなんとかしたいですね。お、なんか本当ポン選手とスタイルが似てるって水谷選手のように、はい、あのフォア前の巻き込みに対して、はい、あのバックを確実つくっていうこのレシーブもよく似てますね、はい、でも今の2本のレシーブは決して柴田選手は良くないですね、はい、そうですよね、はい、苦し紛れのレシーブレシーブになってますよね、はい、だから、まあ、ちょっとこう前後が遅れ始めてくると、はい、木村選手もそこから活路、ね、こうやって短く止めて前やって先に攻める、はい、ちょっと活路が出てきましたよね、この前後を使う、はい、サービスにおいてはさっきみたいにフォア前に逆回転でいいと思うんですよ。でそれがたとえフォアにフリック来たとしても、はい、それでもやっぱりフォア前が一番いい気がするんですよね。そうですよね、あんまりその逆回転のこの巻き込みにこだわることないですよね、柴田選手は、はい、さっき2本効いてるからもう1回木村選手はミドルぐらいからフォア前に出したいところなんですよね。これ2本続けたいでしょうね、はい、お、バックいった。今縦回転を多分初めて出したと思うんですけど、今みたいな縦回転、要はシンプルなサービス、事故が起きないサービス、はい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 、それもやはり柴田選手みたいにちょっと長くなって打たれたりとかアップ回転出して打たれたりとかする選手にはすごく有効だと思うんですよ、はい、なるほど。トレンドサーブちょっと行きましたけどミドルへ、はい、ロングサービスは今のところ一度も効いてないですし、そうですね、そのそれほどスピードもないですからね、出してその後なんか戦術的に有利に運べてる感じもないですね。そうですね、ロングサーブ出したから次小さいサーブが効いてるかって言ったらそうでもないんで、
餌にもあんまりなってないですね。なってないですね。一撃で食われちゃってますね、はい。木村選手もだいぶプレーとしては触れてきた感がありますね。さあ追いつきました。まあ、柴田選手の課題としてはこの辺りですかね。先ほどやっぱサービス どれで行った方がもうちょっと自分がシンプルな攻めの形になりやすいかっていう判断が、はい、まあ、柴田選手の場合は全て横が入ってるんですよね。そうですね、はい、で今みたいにレシーブが別に厳しくはないんですけど、横回転で出してる回転が残ってる上に自分が攻めれないっていうことが何度もあったので、ラリーでは柴田選手が押しているので一番ラリーにしやすいのは縦回転系からだと思うんですよ。そうですよね。だからそういうところの、やっぱサービスの変更、戦術の変更とかっていうところですよね。何が有利、どこに持っていけば有利になるかっていうところのあたりをしっかり自分でこうゲーム中の中で修正できた方がいいですよね、はい、で中途半端にあの柴田選手のこの横回転が効くんですよね。でもだんだんこう、ね、攻めに対してカウンタープレーの得意な木村選手の、まあ、タイミングになってきちゃいますよね。ラリーももう少し縦回転とか出したらいいんですけど、絶対に横回転を入れていくんだよね。入っちゃうんですね、はい、あちょっとでもこちらも、はい、新しいサービス、まあ、これは次のゲームを睨んでということですね、はい、木村が6連続ポイントでこの第3ゲームを取りました。ゲームカウント2対1です。ゲーム取り返しましたね木村選手、はい、今のパターンすごい良かったんです。レシーブをもうフォア前のサービスに対してもうフォアでレシーブしようっていうのが明確に見えてたんで、はい、フォア前のサービスに対してフォアで行くっていうことはバックに長いロングサービス来た時にバックで対応しやすいんですよね。あなるほど、もうあのポジションを分けるってことですね、はい、あんまり無理をせずに、はい、もうフォアはフォア、はい、バックはバックっていう風に決めてると思うので、まあ、だからそうすることによって柴田選手の得意なラリー展開に、はい、あの自分が苦しい形で持ち込まないようにするってことですね、はい、なんかこうフォア前に来たサービスに対してはもう打たれてもいいからガツッとこうツッツキで上からツッツコーみたいな、うん、まあ、それに対してやっぱりミスなく攻めれたっていうのも一つ大きいですよね、はい、いい形でボンミスが出てしまうとねやっぱ苦しいですけども、で徐々に木村選手の得意なカウンタープレーっていうのがね、はい、いいのが見えてきました。柴田選手はもう少しシンプルにした方がいいですね。縦回転出して長いレシーブしてきたのを一球持ち上げてでブロックしてきたのをこうラリーにしていくみたいな形でいいんですけど、うん、横回転出してガツッとこう突っつかれてこう苦し紛れにドライブして上からこう打たれるみたいな展開がすごい多かったですよ。そうですよね。そうするとやっぱ自分が下がっていかなきゃいけなかったりとかね、はい、打たれたボールに対してのラリーになっちゃいますよね。さあここ柴田選手がそう改善できるかどうかっていうのはね、やっぱ ぜひ来年の世界卓球も、あ、来月の世界卓球も控えてますからね。そうですね、はい、どうですか今のストップレシーブ。今のができたらね、これしかもこのドライブですよね、はい、4球目のお手本のようなドライブ。じゃあこれもノータッチで抜いていきました。どちらもすごい良かったですね。木村選手 もう狙い通りのレシーブっていう感じでしたけど、はい、まあ、そこを柴田選手がさらに狙っていった形でした。ただミドルをああやって回り込むような形でフォアで来た時にはわりかしこうフォアクロスに来やすいじゃないですか、はい、あそこら辺まで待てると今度木村選手のさらにエンジン全開っていうところですね、はい、おお、いい攻撃ですね。前後に振りながらっていうのはさっきの軸になった戦い方の一つですよね。
木村選手は今小さいサービスでいろんなサービスを混ぜてますね。横回転だったり逆回転だったり。そうですね。やっぱここら辺がやっぱり結構複雑化してきて、こう今千葉選手の的を絞らせないようになっているってことですよね。はい、さっきみたいにロングサービス出してパンと打たれる展開ないんで、やっぱあれで毎ゲーム 2,3 点もうハンデ上げてるようになってしまった。そうですね、レシーブで終わってましたからね、はい、それがなくなったというのが一つ大きいかもしれないですね。だ柴田選手がさっきバック前で素晴らしいストップからの攻撃見せたじゃないですか。あれ結局サーブで言ったら縦回転をポンとあそこにやってるのと同じことですよね。はい、そうですね。だからそういうシンプルな形に気づいてくれるといいですよね、はい、ああいうのが、混ざると自分のいい形が取れてるんだっていうことに。これも自分が横回転出したことによって逆疲れちゃってるんですよね、はい、縦回転なら絶対ならないんですよ。一回遅れてるからもう木村選手のカウンターにつながってますよね、はい、なんでそこはすごい課題かもしれないですね。ちょっと柴田選手はこの横に頼りすぎて、そのサーブから3球目を攻めようとする意識が強すぎて、ちょっと自分がこうしたいっていう気持ちが前へ前へ行ってしまって。そうですね、相手に何が効くかっていうところですね、はい、優先順位で言ったら。最後オーバーミスになりました。 5-4 です。これを木村選手攻め込まないとやっぱりもうあれさ強いですよね、あのラリーは ね、はい、今サーブがあの、まあ、深さに来たということはサーブが効いたというふうに思って攻めた方がいいですよね。サービスエース失礼、あのミドルで長いの出してきましたね、はい、すごい賢い選手なんで、もうちょっとねさっきその立て替えてうまく混ぜれると、うん、もっと楽な展開になると思うんですけど、ただあの柴田選手の考えとしてはやっぱ1、2ゲーム目を簡単に取ったじゃないですか、はい、ですごいサーブも効いてたんで、はい、やっぱり変えづらいっていうのはあるんですよね、うん、どうしても1、2ゲーム簡単にそのいいパターンで取ってるし、その時にもうちょっといろんなことを試しておくと今戦術を変えやすいんですけど。なるほど、もうそのままいい調子のまま一気に行き過ぎちゃったっていう感じはあるってことですね、はい、後々のこういう展開がもし待ってた時を考えたら、はい、木村選手がすごくうまく対応ができてきているので。一応変えました。これはもったいないですね。もったいないですね。さっきのサービスの時もそうでしたけども、3球目がちょっと弱気にいってしまって攻め込まれた時もそうですけど、やっぱただあの逆回転を出してああいう風に回転残されて返球された時っていうのはどうしてもリスクが伴うんですよ。なるほど、ちょっと横の入ったツツキが来てるってことですね、はい、結構モロハの剣のとこはありますよね、はい、サービスでエース取ったり、サービスで相手を崩せる反面こっちもやっぱりちょっとミスをするリスクがあるんですよ。なるほど、なのでこのサービスを出した時、逆回転出した時に 100% 点数を取り続けるって難しいんですよね。そうですね、それこそも8割も難しいかもしれないですね。7割ぐらいになってしまうかもしれないですね。逆に縦回転、さっきの試合のフォン選手のあの縦回転ファン前だったらもう8割から9割ぐらいの。そうですね、もう餌までついてますよね、はい、ロングサーブの。水谷選手の試合でも、もう晩年はね結構 YG をかなり多用するようになったりとかね、あのあれですけど、はい、やっぱりその使い方とかっていうところとかはすごい慎重になってました。 YG については相手のレシーブもなりますね。それこそオリンピック の、はい、あの3位決定戦の韓国戦とかでは、はい、ほとんど僕縦回転しか使ってないんですよ。そうでしたね、最初横回転とか出すんですけど
なかなかこう攻めれないんですよね。もう自己的なレシーブも当然伴ってましたよね。ジャージ選手台上強いですからね、チキータ来たりとか、チキータ縦回転ってすごくシンプルなんですけど、それでも結構サービスエース取れたりもするんですよ。そうですね、意外にも、はい、自分ではもう全然取る気ないのに、はい、相手が結構苦しんでくれて、まあ、余計なことしてしまうというケースもありましたよね、はい、特にチキータしたい選手、オフチャフ選手とかもそうですけど、はいはい、そういう選手に対して縦回転ってすごく有効なので。そうですね、今の状況で言ったらもうここ、まあ、木村選手のサービスからですけど、はい、うまくどっちかが台上からの前後の展開を使いやすいサーブ、まあ、いわゆるだから今の縦回転系のサーブで木村選手も行くっていうのも一つありですよね、はい。まあ、木村選手はでも横回転で言っても順回転の横回転、あ、順回転の横回転、はい、順回転の横でバックにレシーブしてきたのをカウンターで行く、はい、行くっていうのが一番いいと思いますね。そうか、木村選手は今3球目をやっぱりしっかり攻めていくってところが一つポイントですもんね、はい。さあこれで柴田がマッチポイント、これ返してもう一回と思ってもやっぱ柴田選手厳しいですね。厳しいですね、あのボールがやっぱり威力がちょっと高い、はい。結局あの厳しいコースいったら自分の横回転が入ってたっていうことですよね、はい、より厳しいより厳しくなってしまいましたよね、はい、最後はサービスエースです。第4マッチはゲームカウント3対1、柴田が木村を退けました。これでマッチカウント4対0、日本ペイントマレッツがストレートで勝ち点4を獲得しました。ちょっと柴田選手としてはあれですね、すっきり勝てなかったというような表情ですかね、まあ、安心感もあると思いますけど、はい、まあ、1年ゲーム目がすごくいい形だっただけにちょっと3、4は不安、はい、不満かもしれないですね、ね。まあ、今朝練習の時に柴田選手が昨日水谷選手私の試合解説してくれたんですかってこと、あ、してくれてたよって話をしたら、はい、もう絶対見ますって言ってるんですよ。いや、まあ、そうだねっていうことでですね、はい、もう本当にね勉強家で、すごいやっぱ強くなりたいっていう意思がねすごく強い選手なんですよ、はい。でも今日この2日間しっかり見ましたけど、はい、でも可能性、将来的にこうパリのオリンピックも含めて、戦える可能性っていうのはすごいある選手だと思いますね。そうですよね。特にどこが感じました？まずパワーがすごくあること、うん、はい、そしてこの巧みさですね、次のゲームを見据えた戦術、うん、なるほど、やっぱりゲーム巧者になっていくのには、はい、やっぱりもうそのゲーム後半の中でもう当然そのゲームを締めていく、勝ち切るっていうことも大事ですけど、はい、まあ、勝ってる時で負けてる時でもやっぱ次のゲームのことまで頭で考えれるぐらいのやっぱ幅の広さ、はい、ここら辺はやっぱもう、まあ、何ですか、鍛えていかないといけないですよね。そうですね、ゲームメイク力、ゲーム力、技術的にはやっぱりそんなに差って選手同士出ないと思うんですよ。そうですね、最後やっぱり分けるのって大事ですね。まあ、今日の試合はやはり横回転系がすごく多かったので、はい、もう少しこう縦回転系から自分の得意なラリーにしていってもいいんじゃないかなと思いました。一つそうですね、そこの戦術の幅をぜひね広げて来月ヒューストンで頑張ってほしいですね、はい。早いもんですね。早いですね、もう半分ぐらい終わるってことですね。まあ、それは木下マイスター9連勝中ですから、はい、男子、まあ、ここから今日10連勝でビシッと締めていただく初陣を飾るのがおそらく水谷選手だと思いますけれども、はいはい、どうですか、ここまでの戦いをこう振り返ってみると。いや、楽しかったですよ。楽しかったですか？楽しかった。本当に苦しい試合めちゃくちゃ多かったんですよ、木下マイスターと。全勝してますけど、もう5勝ぐらいでも全然おかしくないんですよね。最後うちの大エース及川選手がビクトリーマッチで何回も勝ってくれて。そうですね、
丹羽選手にも勝ったりとか、はいはい、まあ、このあと試合も控えている水谷選手ではありますが、今日は、ね、まだこのあと3分ぐらい、この試合まだ中継ありますので、まず今日の、そうですね、はい、昨日今日とゲスト解説されてみてどうでした？卓球って面白いですね。奥が深いなと思いましたよ。本当に。そうですね。いや、その奥深さは我々、私特に身に染みて感じました、今回は。解説っていうのはこうご経験の中では今日はどうだったんですか？こう何回目ぐらい？あまりないですね、うん、はい、本当に数えるほど、片手で数えるほどぐらい で貴重な経験をちょっとやらせていただきました。いや、渡辺さん、そういうなぐらいの経験の数なんですけども、水谷さん、はい、とてもそうは思えないというか、さすがトップ選手だなと思いましたけど、いや、まあ、もう試合の目の前で見てね、うん、いや、ここでどう考える、こうするっていうのはもう別に普段の頭の中のことを言葉に出したっていうだけですよね。はい、でもやっぱり女子選手の姿とまたちょっと変わりますよね。そうですね。そうですか。やっぱり戦い方が全然男子選手とは違うんで、うん、よりなんかこう読まなきゃいけないっていう、どういう思考でこう選手がプレーしてるのかっていうのを。でもその割には本当にね、よく選手のことも把握しているような感じで、すごくなんか慣れてるような感じもしたので、またねチャンスがあればぜひ一緒にやっていただければ、うん、はい、もう本当に嬉しいなと思います。そうですね、はい、そして4年目の T リーグ、まあ、これからまあ卓球界どういうふうに盛り上がって、どういう T リーグになってほしいかななんて思いはありますか？やはり海外の選手が今ちょっと来れてないんで、うん、はい、日本と海外の選手がミックスして、うん、いろんな、もう本当に世界一のリーグを目指して頑張ってほしいです。うん、そうですね。さあ、ということで、今日はゲスト解説として水谷隼さんにお越しいただきました。あと、まあ、2分弱ありますので、まあ、今日静岡で開催のゲーム2日目の最終日ということ でこの後さらに試合に臨まれるという中で、いろんな思いがあると思いますので、はい、一言最後にいただけますか？はい、今シーズン実は僕2試合出させていただいたんですけど、はい、まだ勝ち星がないんですよ、はいはい、で今日の午後行われる試合では、勝ちたいです。もうそれだけです。本当に泥臭くてもいいからとにかく勝利を挙げたいですね。なるほど。そのためのちょっと秘策もありますかね？秘策はありますよ。それはもう昨日の試合の反省を生かしますから、僕はすぐに。なるほど。それこそリベンジですもんね。はい、それこそリベンジです。リベンジですね。今日のテーマぜひ実践していただきたいなと思いますね。はい、そして静岡でのこの T リーグ地元での開催となりました。まあ、これをご覧の皆さんを含めて、今配信ご覧の皆さんにメッセージいただけますか？はい、もう皆さんに最高のパフォーマンスを見せれるように精一杯頑張ります。もう昨日より間違いなく今日の僕の方が強いです。お、はい、いいですね。これは渡辺さん楽しみですね。心強いメッセージいただきましたので、はい、しっかりとそのもう昨日よりも強い水谷隼選手を放送中継で、ね、解説したいと思います。はい、カメラに向かって手を振っていただけますか？はい、ありがとうございます。ということでこの後試合、期待しております。2日間ゲスト解説いただきましてありがとうございました。東京オリンピック金メダリストの水谷隼さんに、お越しいただきゲスト解説いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして解説は元ナショナルチームコーチの渡辺力さんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。